久保さんなかなか朝か朝っぱらからいいコンテンツで <laughs> まああのねコンテンツっていうか情報発信する上でまあガーシーとかもそうなんですけども言えないこと言いたくないことだったりとかそういうのをもうあの言うことによってもちろんそのうわって思う人もいたりとかするんですけどもある一定層はそれを言うことによって濃いファンになるんですよね、うん、みんなやっぱそそうういうその 言いたくないこととかそれ、それはちょっとっていうところで、あのー、なんすかね、あのー、なんか今までその、特にまあ最近なんかちょっと時代感変わってきたなと思うんですけども、性に関する話、そのピンポイントの話ですよね。で、その、それを女性が言ったりとかしてる YouTuber さんもいっぱい出てきいっぱいではないですけど、出てきてるんですよ。だから、みんなが言いにくいから、そこに、その、なんすかね、 需要とまあ需要はあったんだけどみんなが聞きたいという需要はあったんだけどもそれを言う人がいない言うと非常識だ汚い特に女性なんかがそんな言えないみたいなでそういうのがあったんでそれを言うとあのすごくそこに希少価値が出てくるでもみんな言える言おうと思えば言えるんだけど恥ずかしいとか非常識だとかね嫌われるんじゃないかみたいなっていうのがあるんですよだから言ったもん勝ちというかね実は。 でももちろん一部の層は離れていきますよそれを言うことによってだけど残った一部の層はファンになりますねうーんだからあとはあの今だったら障害 YouTuber だったりとか障害者がこうそれを言うのはどうなんだっていうところをゆゆ言ってねこの濃いファンを獲得してる人もいるしまあ女性の方もねそう性に関してそのもう本当に VV 的なとこですねそういうシチュエーションの時どうなのかどうなのかとかねうん だからその、なんですかね、僕が見たのは、サッチャンネルか。サッチャンネルすごいですけど、サッチャンネルだったかな。サッチャンネルさんすごいですよ。サッチャンネルさん今何人だサッチャンネル。サッチャンネルさんですよね。そう。サッチャンネルさんは、その、結構すごいですね。これ今2万人いてるんですけど、チャンネル登録が。でも多分ね、濃いっすね、これ。うん、濃い。再生数平均アベレージ、ずっと濃い、濃いっすね。 <laughs> こういうまあ一番回してるやつは200万回とかありますけどそうだからそさっチャンネルさんので一番こう回してる結構200万回とか50万回30万回30万回20万回とか20万回回してるやつは結構、まあ、久保さんが言ったその女性が男性の性器を舐める時の,そのどうなのみたいな話ですねうんであの平均アベレージが結構このあなんだあ 平均してるので、まあ、濃い人が見てるなーっていう感じは非常にしますね。うん。はい。まあ、それを使うか使わないかはあなた次第ですね。はい。そんな、そんなことまで、そんなことまで話して、お金って必要ですかまあ、必要ですね。で <laughs>、ね、いろんな仕事があってね。うん。なんか、まあ、いろんな偏見の目だったりとか、いろいろあるとは思いますけど、その、 ね、もちろん非合法だったらそれはあれかもしれないですけども、うんまあ一応ゆる別には、別にこれは飲みの場では多分話され女子女子会とかそういう飲みの場では多分話されてると思うんですよ。で、それを公の場で言うのか、女子会だけのそのところで言うのか、お酒飲んだ時だけ言うのかって話で、言ってることは言ってると思うんですよね、多分。<laughs> うんでも実際あることですからね。 まあそれがなんかその銀行強盗しようぜとか人殺ししようぜっていう話ではないし、うん、別にそのじゃあそういう出ョンの時どう,どうなのみたいな話で聞きたいかったりするわけじゃないですかだから実はそのインターネットがその爆発的にその増えた理由って、まあ、久保さんも知ってると思いますけど、まあ、エロなんでしょうねそう性的に関するエロがネットを広めたっていうのはもう事実としてありますからねだから要は そなんでネットにみんなアクセスするのかっていうとみんながやっぱそういうのをこの場で言わないからネットにアクセスしてそういうのを調べるってことですよねうんそうでも今はねだいぶやっぱ時代変わってきたなと思いますねうんはいまああのさっチャンネルね興味ある方は見ていただくと女性視点であのいろいろと語っていただいておりますいってらっしゃい